こんにちは、ポンポムゆりです。というわけで今回はこちら狂気のサイコパス診断というのをやっていきたいと思います。サイコパス診断を、やったことがなくて、ちょっとね診断系をやりたいなと思ったので、ちょっと私サイコパスなんじゃないかっていうね、まあ多分サイコパスではない、確実にサイコパスではないんだけどで、まあちょっと診断アプリでもやっていこうかなっていうことでサイコパス診断をやっていこうと思います。なんか音気持ち悪い、なんかやだ、好きじゃないこういう音。診断スタート。え、気持ち悪い、あんまり音聞きたくない。待って待って、なんか音気持ち悪い、好きじゃない。よし、10秒以内に殺す人間を選べ、選べない場合はお前を殺すと殺人鬼に言われた。あなた誰を選びますか？ええ D、 ごめんなさい、 D だわ、ごめんごめん D、 マジ D ある晴れた日、恋人と公園の湖でボートに乗りました。しかし途中でボートが沈み始めました。何を捨てますか？パラソル、重そうだよね。敷物やパラソル、 1A にしよう。車を運転中に危ないと思いブレーキをかけましたが間に合いませんでした。なぜでしょう？C かな、 C、 なんか60キロ近くオーバーしてたから C。 あなたは腕利きの探偵です。ある日妻の浮気、ね、これ30問もあるの？ちょっと30問もあるの、これちょっとびっくりしちゃって、今30問もあるんだ。あなたは腕利きの探偵です。ある日妻の浮気調査、なんかね音聞くとね気持ち悪くなって喋れなくなっちゃう、やめよう。ある日妻の浮気相手調査を引き受けました。どんな方法で探しますか？妻を尾行したら早いと思う。動物園で恋人とデート中、檻の中で、清掃員がラインを押されていました。その後あなたが取った行動とは？恐怖で震える、カメラで撮影しないよ。清掃員を助けに行く、恋人の手を引き立ったのごとく全力で逃げる。でもね見てられないと思う、多分見てられない。逃げるかな。でも別に恋人いないしな、なんで急に恋人出してきた。一人で逃げるわ。 D だわ、もういいよ D で。自分に非がないことで全く見知らぬ人が因縁をつけてきました、どうしますか？なんかね結構謝る、私うちだけは謝っとくんだよね、結構私謝るタイプだから C でいいや。嵐の日、あなたが部屋でくつろいでいると恋人があなたを訪ねてきました。こんな雨の降る中なぜでしょう？から多分ね、会う約束をしてても嵐の日に来るっていうことはまずないと思うから、多分すごい何らかのものがあったんだと思うんだよね。雨宿りか恋人の辛い出来事があった。どうだろう、でも辛い出来事があった時に来てくれるってさ、なかなかあれだよね、なんかすごい信頼されてるね。 B かな、 B でいいや、 B。 戦争映画を見てます。大活躍した主人公は物語の最後のシーンでなんと自分が育てた味方の兵士に殺されてしまいました。あなたの感想は？私ね結構なんかこれ怪しかったなってちょっと後になって思うタイプだからA にしとくね、なんかすごいいいタイプだから結構この子が道端で段ボールに入れられて泣いています、あなたはどうしますか？泣いていますの泣いてるって字違うよ。写メを撮って拡散し飼い主を探す。飼い主になる、飼い主になりてえ。猫すごい飼いたいんだけど、猫アレルギーだから多分無理。でもね写メを撮って拡散し飼い主を探すっていうとこまではそんなしない、そんなにしないから、B かな、とりあえず撫でるかも。でもね撫でないんだよね、近くにいてこうじっと観察するっていう感じ、私は何ともなく素通りするの方なのかな。 A にしとこう。知らずの人が道端にうずくまっています、どうしますか？私ね結構ね素通りしちゃうんだよね、なんかちょっと気になるけど、なんかなんだろう、人って怖いじゃん人って怖いんだよみんな人って、だからねあんまり関わらないから B かも。友達だったら別だけど他人だとねちょっと怖いからあんまり自分からはいかない。あなたは盗んだお金で生活する職業泥棒です。そんなあなたの盗みの手口を教えてください。いいですよ。長期不在している家に忍び込んで金品を盗む、家の住人が寝ている夜に忍び込み金品を盗む、見られても殺せばいいのに特に手口はない。これ絶対サイコパスじゃん。A じゃない、 A っぽい感じ。別れた彼氏、彼女のことを思い出しました。あなたは何をしますか？元彼か。あなたは何をしますか？思い出した時別に何もしないけどね。何もしないっていう選択肢はないのかな。電話とか絶対かけないし、
名前も別に検索しないし、携帯やスマホの写真を見返す。 A かな、かろうじて言うなら A。 実刑100年の極悪犯、極悪犯が刑務所から脱獄するために使った道具とは。道具でしょ。でも道具ってだって人間を道具って思うわけじゃないから別に A じゃない。 B、でもそうなったら C じゃない。だって道具だよ、道具って言われたら C だよね。 C、 C にしとこう。ありえないけど。あと10問。目の前に開けてはいけないパンドラの箱があります。しかしあなたは好奇心に負けて箱を開けてしまいました。中身は、中身パンドラの箱。私パンドラの箱読んだことないから分かんないんだよね。何も入ってなかった。でパンドラの箱に何も入ってないってある？見たことのない生物はちょっとやばいから、やばい、怖い、ちょっとやめよう。 B か D にしよう。ちょっとロマンチックだから D にしてみましょう。とある企業のパーティーに参加しています。挨拶をしようと人に近づきました。その人はどんな人ですか？企業のパーティーでしょ。どのくらいの企業のパーティーに参加したかによるよね。身なりのいい老紳士かな。 D、 D っぽい。好意を寄せる異性から電話番号を聞かれましたが、自分のではなく友達の番号を教えました。それはなぜですか？自分の番号を教えてと言われなかった。どういうこと、ひねくれまくりでしょ。友達に春を届けてやりたかったからねえ、ねえ、どういうこと。怖いから、本当に普通に怖い。頭おかしいでしょ。友達の電話番号を教えた理由、教えないけどね。自分好みの異性じゃなかったからじゃない。うん、 A にしよう。太陽が傾いています。それはあなたはそれを見て何を思いましたか？傾いていますってさ、結構沈んでる感じじゃない？ C かな、C。恋人に浮気が発覚し、バレたってことでついカッとなり恋人を殺してしまいました。なぜ殺したのでしょうか？カッとなりじゃない。自分を裏切ったことが許せなかった。あ、うん？恋人に浮気愛、あ、そういうことね。恋人にってこと、私がバレたってんじゃなくて、恋人が浮気をしたってことか。自分を裏切ったことが許せなかったかな。 C じゃない、 C。 夢の中で女神様に質問されました。人はなぜ涙を流すと思いますか？目に入ってごめん外に排出するため。すごいなんかあれだね、すごいなんか現実的。悲しいことを涙できれいさっぱり流したいから。でもね、悲しい泣いたってね、そんな悲しいことを忘れられるかって言ったら別にそうでもないんだよね。心から溢れた幸せが涙になるから。あ、幸せで泣くってことね。それはあんまりないかな。涙腺が存在するから。まあ、B、D、D か A だね。D か A。まあ、A じゃない ?A じゃない。はい、最後の問題。あなたは小学生です。小学生の、先生が鬼の形相であなたを怒っています。なぜでしょう？当番のウサギの餌やりを忘れたから。それだけで鬼の形相で怒る ?C はちょっと先生やばくないってなっちゃう。D か B だな。どうしよっかな。B にしとく。B にしよう。はい。結果が分かります。わー、半分だった。結構強くない？結構強い。サイコパスと結構強いと思うんだけど。ランク B だよ。狂気のサイコパスと診断されましたって。割とやばくない？ちょっと焦る。ニクスト。他人に冷淡で相手の感情を気にしない、自分の思い通りに物事が進まないとイライラする、そんな経験ありませんか？まあ確かに他人に冷淡はよく言われるっていうか、自分でもなんか思ってる。自分の都合が良くなるよう平気で嘘をついたり、イライラした時は物を壊したり、他人に当たったりなど。他人に当たったりはしないけど、物を壊したりもでもそんな最近はしない。なんか思春期の頃多かった。中学生の時本当になんか壁とか殴ってたもん。自分でも自分が分からなくなることがあると思います。極度なサイコパスではありませんが、なんて読むんだろう。なんとか世界を轟かせる、あ、いずれかな、いずれ世界を轟かせる大物人物になる可能性も否定できません。ホラー映画を見て興奮するより、ホラー映画私見ないんだよね。でも青春映画を見て、あ、でも青春映画は本当に見ない。あ、ホラー映画見るかもしんない。なんか怖いお化け系は見ないけど、人が死ぬ映画とか今めっちゃ Hulu に登録してめっちゃ見てる。それだわ、それだ、それだわ。そういうことだよね多分。思い当たる節がちょっとありすぎてちょっと怖い。人の温かさを知った時、あなたは全ての人から愛される偉大な人物になるでしょう。彼氏作ろう本当に。次へ棒読み。はあ、最後までプレイしていただきありがとうございます。こんな感じになってしまった。
狂気のサイコパス 54% だって。なんかどっちにも転がれるみたいな感じだね。どっちでも転がれる。どうですかね。ちょっと皆さんもやってみてどれくらいだったかみたいなコメントぜひ待ってます。やった人でも結構ね、これみんなやってるっていうか、たくさんの人がやってるから多分みんなもやったことある人いるんじゃないかなって思うんですけど、まあね、50だからまだ言ってもなんか思ったより高くてちょっとショックで、なんか診断結果もなんかさね、なんかちょっと辛くなったちょっと辛くなっちゃった。なんか確かにって思うところが多かった。だからちょっと気をつけたいと思います。サイコパスにならないように絶対サイコパスではないと思ってるから大丈夫なんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。ちょっとねこれさ微妙な結果が出て多分 20% とかになって、ほら 20% じゃん、変な結果になっちゃったねみたいな、何も面白くない結果になっちゃったみたいな感じで終わろうと思ってたのに、割と高くてちょっとビビった。そんな感じで終わろうと思います。また見てね、バイバーイ。